義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または妊娠初期の方など、外見からは分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう作成したマークです。ヘルプマークを身につけた方を見かけた場合は、電車バス内で席を譲る、困っているようであれば声をかけるなど、思いやりのある行動をお願いします。